ざけたコーナリングしやがって。面白みのねえ走りだぜ。パワーを生かして踏める区間だけきっちり踏んでいこうってことか。だけど峠の詰め方はそんなにシンプルじゃねえ。俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけ踏むならバカでもできる。こっちだって伊達に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。ストレートに飛び出してしまえばいくらでも突き放せるんだぜ。何？なんだそりゃ。言っただろ、雨って。ストレートのトップスピードの伸びは手前のコーナーの立ち上がり方で差がつくんだ。立ち上がり重視のコーナリングってやつだ。